議員は年間7500万円の給料が払われます。それは国民の税金から出るので、否定的な意見が出るのも分かります。成功の手段として政治を選ぶのであれば、税金をもらってやる仕事という点についてどう思うかも聞いてみたい。ちょっと待って、年間7500万も税金出ると、はい、じゃあマジでちゃんとした方がいい。俺知らんかったし。いや、さっき聞いたけど、そうなんや。1議席取るとなんかそんくらい出るって。7500万も出ると。でも給料じゃないよ、それって。給料じゃなくて使える分がこんくらいと給料がこんくらいっていう分かれがある。今の政治のやつらやばくない？めちゃくちゃもらってる。7500万もらったと、うん、年間で。もっと今の政治家の汚職はもっとフォーカスされるべき、うん、あのおじさんたち、うん、7500万もらったと、うん、で俺はここで誓うよ、ね、はい、ここで1個誓うとしたら、俺は別に自分の税金の100倍ぐらい税金を納める、はいはい、これが全てだけ国民が、はいはい、いやお前税金で何千万もらっとんねん、何億もらっとんねんって言った時に、俺が何億何十億何百億国に税金払ったと思っとんねんっていう、うん、なるほど、ね、うん、なるほどね。ごめん、これがなんか正しいのか正しくないのか俺の意見は分からんけど、7500万もらえる。そう、俺もっと払っとるから自分の給料以上に給料払ってるからって、うん、はい、っていう意見です僕は、はい、逆に税金をもらってるからってなんか卑屈になるのもね、なんかちょっと俺らしくないかなと思うんで、まあ、確かに確かに。でそれって起業家っていうか社長やん俺って、うん、で起業家がやらんと無理やん、うんうん、だってみんな国会議員やん、うん、だけど国会議員が本業やん、うん、だけどそれが給料それで生きとるわけやん、うん、だけどそれ以上に税金払うことは無理やん基本的には、うんうん、でも俺は会社の社長やん、うんうん、だけど税金を納めてことができるわけ、うん、だけどはっきりそういうこと言えるのって結構限られた人、まあそうやね、それはそう思う、うん。